JR 東日本では ESG 経営を掲げておりまして、環境問題の取り組みの一環としましてリユースバッテリーの活用を検討しました。メンテナンス時や災害時に発生する一時的な停電の非常用電源として活用しています。では高い安全性と信頼性が求められておりまして、同じく高い信頼性と安全性が求められている車で導入されてきたバッテリーというところで今回導入を検討しました。年間数千台程度の電気自動車をも回収してリユースの業務を行っております。バッテリーをリユースして他の製品に使うことで EV 自体の価値向上にも役立てられるというふうに考えております。リユースをしている元となっている日産リーフ自体がこれまで数十万台売ってきておりますが、一件の重大不具合も出していないというところに安全上の留意点があると思います。リーフで培った制御も今回の踏切向けの安全装置にも起用させて制御を行っております。リーフと同等の安全が担保できているというふうに考えております。メンテナンス面では従来のバッテリーは現地で劣化具合を確認するという必要があったんですけども、リユースバッテリーは遠隔で情報を出せますので作業面においても貢献ができるのではないかと考えています。リユースバッテリー自体は高い性能を持っていると考えてますので、踏切での導入結果を踏まえまして無線設備や液設備においてもですね、使用の方の検討を進めていきたいと思っております。